今回はスラム奏法にチャレンジしましょう。スラム奏法をマスターするとギター1本でもまるでドラムが入っているようなリズミカルな演奏をすることができます。スラム奏法はパームでバスドラムの音を、指板を叩くことでスネアドラム、そして親指のスラップとハンマリングで細かいリズムを作っていきます。13小節目のゴーストの音は左手薬指と中指を指板にぶつけて音を出します。17小節目からはリズムが変わって右手が少し複雑になりますが、手順としてはダウンストローク、アップ、スラップ、ハンマリング、ダウン、スネア、アップ、スラップ、ハンマリング、ダウン、スラップになります。力まずにリラックスして弾くのがポイントです。